今回はミニ四駆の MS チャーシのスプリング付き作りましたので紹介します。これがスプリングです。ここに立っているのが4D シャフト、これとか、あとは大型スタビヘッドセットとかに入ってます。これです。あとは重要なのがこの MS シャーシマネジブレーキセット、これ4つ、あとはショート LRP のショート、この LRP のショートの丸い方のところにこのドリルバーの 2.5 で穴開けてハトメ入れます。そうするとこのように入れることができます。ちなみにここの、金属ベアリングの入るスペースには何も入れません。で、ぐらつきを抑えるために支柱を2本立てます。このためにこのショートが必要なんです。ここ3ミリのスペーサーで間に合います。で、これが MS のマルチブレーキセットのこの部品です。で、両面シャフトで立てます。で、ここが、6ミリ、もうちょっと低くできるのでプラスペーサーや金属スペーサーで3ミリと 1.5 ミリの 4.5 で、あとは金属の平ワッシャーで微調整できます。で、固定方法は、シャフトでなくても大丈夫です。10ミリの長さの2ミリ、マヌネジ、ここの部分も大丈夫です。そうすることによって今ここ72ミリのシャフト、ドライブシャフト使ってるんですけども、ここを、60ミリのドライブシャフトにすることができます。この出っ張りがなくなるので、で、4輪シャフトにネジ部が上の方に切っているので、どうしてもこのスペーサーが必要で、これが 6.7 です。で、止めてバネが動かないようにしてます。動かないようにっていうか安定するようにしてます。こうやってなります。以上です。